私にとってすごく大事な曲で、今回ここ の演奏会をさせていただくにあたってチャンスをいただいたバルトー国際コンクールでのファイナルで演奏させていただいた曲です。私はモーツァルトが一番演奏家の作曲家の中で一番好きなので、今回ここの場で素敵な場所で素敵な皆さんと演奏することができてとても嬉しく思っています。今リハーサルを終えたところなんですけど、アニマムズ・チェンバーオーケストラと演奏してみた感想を聞かせてください。いやもうとても音がフレッシュで、もう私も生き生きと弾かなきゃっていう風に思える素晴らしいオーケストラだなと思いました。2017年のバルトコンクールで2年入賞されて、はい、でその後その影響とか、はい、そのどういった変化がありましたか？何かありましたか？やっぱりあのコンクールで入賞したことによってたくさんの方が私の存在を知ってくださって、で、まあ、日本だけではなくこうしてハンガリーで演奏会ができるようになったので、すごく取れてよかったなと思っています。ありがとうございます。ハンガリーの印象についてはいかがでしょうか？なんかハンガリーは真珠の街でしたっけ？なんか真珠の街だった。なんかとりあえず本当に素晴らしい街だっていう風な噂を聞いてたので、やっぱりそのハンガリーにコンクールの時は全然観光する暇もなくまっすぐ帰っちゃったりしたんですけど、やっぱりタクシー乗って街並みを見てると、あ、いい街だな、綺麗だなっていう印象がすごく強かったです。今年で大学を卒業されて今後の予定などを聞かせてください。今後は一人の演奏家として皆様の前で演奏できるように励んでいます。